元治元年12月15日、降りしきる雪の中、一人の男によって日本の歴史が変わろうとしていました。高杉晋作です。死を決した高杉晋作の挙兵により、長州藩は大きく方向転換、幕末の政局は大きく変わっていくのです。はい、どうも皆さんこんにちは。今回は高杉晋作についてお話ししていきます。高杉晋作というと、一般的には名前は聞いたことがあるという程度の認識の人が多いかと思います。しかしこの高杉晋作は幕末の政局を大きく変えた人物で、彼なしでは今の日本はなかったと言っても過言ではありません。今回の動画ではそんな高杉晋作についてお話ししていきます。以前の動画で京都の政局を握った長州藩は幕府に対して攘夷決行を迫り、その命令を引き出すことに成功したというお話をしました。その後長州藩は実際に攘夷を決行し、下関を通る外国船を砲撃しています。しかし外国も黙ってはいませんでした。報復攻撃を行っており、長州藩は欧米の軍事力の手強さを思い知ったのです。そのお話をした際に、高杉晋作と騎兵隊についてはまた別の動画でお話ししますと言っていたと思います。今回の動画はそこからお話を始めていきましょう。さて、外国の力を思い知った長州藩は、このままではまずい、守りを固めなければと考えるようになりました。こうして長州藩の殿様である毛利義親は、高杉晋作を山口に呼び出して守りを固めよと命じます。これを受けて晋作は、藩の正規軍を補佐する軍を作ってはどうでしょうかと提案しました。この提案が許されて、高杉晋作は補佐的な軍を結成させます。これが騎兵隊です。騎兵隊というのは、武士でも農民でも町人でも志のあるものを集めた部隊です。騎兵隊が結成されたのは下関の豪商白石正一郎の家だったので、最初はそこを本拠地としていましたが、後に赤間神宮を本拠地とするようになります。創始者である高杉晋作は自ら騎兵隊の総督となり、これ以降長州では騎兵隊のような軍隊が次々と結成されていきます。そのような軍隊のことをまとめて諸隊と呼ぶのです。このように長州藩は武士だけでなく民衆を総動員した防御策を取っていくようになりました。これは当時としては画期的な出来事です。基本的に当時の考えとしては、民衆に武器を持たせたら反乱を起こすかもしれない、身分をしっかりと分けて武士だけが刀を持てるようにしよう、そうすれば反乱は起こらないだろうという考えでした。そんな考えの中、民衆に武器を持つことを許可したのですから、常識破りの出来事だったと言えます。とはいえ、世界的に見ると民衆を集めて兵役につかせるということは一般的になっていました。そう考えると長州藩は日本国内で最も早く西洋式の軍制度を整えようとしたということが言えるでしょう。しかし長州藩の内部には、そのような状況をよく思っていなかった人もいました。上層部の人たちです。上層部でいい思いをしている人たちからすると、現状に満足しています。そんな状況を変える必要なんて全くなく、変化を嫌っていたのです。戦いは武士の仕事だ、民衆が戦い始めたら身分秩序が崩れる、そう考えていたわけですね。このような対立が前回の動画でお話しした正義派と俗論派の対立につながっていきます。このように長州藩は改革を目指す正義派と保守を目指す俗論派で大きく2つに分かれていたのです。ちょうどいい機会なので、幕末の長州藩の動向をここで振り返っておきましょう。最初は保守派の力が強かったのですが、尊王攘夷派の台頭により改革派が勢力を強め、京都の政治を主導していきました。そんな状況で起きたのが8月18日の政変です。この事件で改革派は勢力を弱め、京都で立て直しを図っている時に池田屋事件が起きます。そして金門の変で朝敵と認定され、改革派は勢いを失ってしまったのです。このような一連の流れを受けて、保守派つまり俗論派は、あいつらのせいで朝敵に認定されたとして圧迫を強めていきました。最終的には下関戦争と第一次長州征討が起こり、長州が壊滅の危機に追い込まれると、正義派の筆頭だった三家老は斬首され、祖父正之助は自害に追い込まれてしまいます。こうして長州藩では俗論派が主導権を握ったのです。ここまでが前回までの内容でした。このような情勢の中、高杉晋作は命の危機を感じ、博多に身を隠していました。
つまり長州藩の主導権は完全に俗論派が握っている状況で、誰もが尊王攘夷なんか無理だ、改革なんか無理だと諦めている状況だったのです。長州も幕府に抑え込まれた。日本中の誰もがそう思ったことでしょう。しかし誰もが諦めたこの状況で、一人だけ諦めていない人物がいました。それが高杉晋作です。国外では連合艦隊にボコボコにされ、国内では朝敵扱いをされ、藩内部でも全員が諦めている状況です。理屈や論理で考えると、この状況から長州藩をひっくり返すのは不可能でしょう。しかし高杉晋作は理屈や論理を排除して、たった一人で行動を起こし、長州藩をひっくり返してしまうのです。死を決した高杉晋作は下関に到着。今こそ俗論派を打倒する時だと主張して、諸隊に対して協力を要請。しかし先ほども言った通り、かつて仲間だった人たちも全員が諦めているような状況です。高杉晋作に手を貸す人はいません。晋作が創設した騎兵隊ですが、晋作への協力を断りました。高杉晋作は完全に孤立。そう思われたこのタイミングで、唯一晋作に共感したのが伊藤俊介、後の伊藤博文でした。こうして高杉と伊藤は軍勢を集めていきました。しかし集まったのはたったの80名ほど。そんな少人数の軍勢では死にに行くのと同じです。しかし高杉晋作は一世一代の賭けに出ます。どんなに少ない軍勢だろうと挙兵して戦いのきっかけを作ろう、そう考えたのです。この時長州の高山寺というお寺には、七教落ちで落ち延びてきた三条実美が潜伏していました。そんな三条実美に対して晋作は、今から俗論派打倒のために挙兵しますと告げて、出陣の杯をくださいと要求。三条実美は酒を与え、高杉晋作は杯を飲み干しました。これから長州男児の腕前をお目にかけます、そう言い放ち、高杉晋作は立ち上がります。これが有名な高杉晋作の高山寺挙兵です。こうして高杉晋作は俗論派打倒を掲げて高山寺を出発。まず目標にしたのは下関の会所です。下関には俗論派に染まった長州藩の役所があり、そこを襲撃しようという作戦でした。高杉晋作は会所を襲撃。しかし会所はすぐに降伏したので、簡単に選挙に成功しました。これをきっかけに少しずつ風向きが変わっていきます。もしかして正義派が勝てるのか、そう考えた人々が晋作のもとに集まり始めたのです。さらに高杉晋作は海を渡って三田尻へと移動して、俗論派の海軍局を襲撃、軍艦3隻を奪い、下関を制圧してしまいました。しかし俗論派も黙ってはいられません。鎮圧軍を派遣して反乱を鎮めようとし始めます。ここで動いたのが騎兵隊でした。高杉晋作の快進撃に呼応した騎兵隊及び諸隊の幹部たちは、ついに高杉晋作に同調して俗論派への対抗を始めます。この時の騎兵隊の幹部は山形京介、後の山形有朋です。彼の率いる軍勢が俗論派の陣営を襲撃し、それを聞いた高杉晋作は諸隊との合流のために移動、勢いに乗って山口を掌握し、萩の俗論派を追い詰めていきます。この頃にはもはや正義派の勢いが俗論派を上回っていました。俗論派に担がれていた長州藩主の毛利高親親子は、俗論派が負けそうだと考えて俗論派の幹部を追放。長州藩の内戦はこれによって収拾へと向かっていくのです。最初は超少人数で行われた高杉晋作の高山寺挙兵は、このようにして徐々に規模を拡大していき、圧倒的な勝利を獲得しました。これによって長州藩の方針も大きく変わります。俗論派が主張していた絶対恭順から、正義派が主張していた武備恭順に再びひっくり返ったのです。こうして長州藩は、表向きは幕府に従っているように見せかけて、裏では軍事力の強化を行っていくようになるのです。さてこうなると幕府も黙ってはいられません。長州の動きを察知した幕府は再び長州征討を行うと宣言。今度はなんと将軍家茂直々の出陣です。対する長州藩主毛利高親も領内に徹底抗戦を命じます。これまで尊王攘夷を掲げてきた長州藩でしたが、もはや尊王攘夷ではありません。幕府と積極的に戦争をして、長州藩の政治的立場を回復しようとする倒幕の立場を取るようになったのです。こうして長州藩と幕府は再び戦いとなっていくのでした。さていかがだったでしょうか。この頃になると姿を隠していた桂小五郎も長州藩へと帰ってきて、
桂小五郎、高杉晋作、伊藤俊介といったおなじみの人々によって長州藩は主導されていくことになります。彼らの方針は、日本が栄えるためには開国しなければならない。そのためにはまず日本を統一する、つまり幕府を倒さなければならないというものだったのです。ということで、次の動画では薩長同盟についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。